ラペチーノさん、マシュマロありがとう。おはよう。ナウズさん、ワンタワーありがとう。おはよう。おはみん。福太郎さん、ファイトありがとう。おはよう。ベッドの上です。タカさん、クッキーありがとう。おはよう。なんか私、携帯のさ、ソフトウェアアップデートっていうのさ、全然せんのんよね。あ、全然せんくって、なんかソフトウェアアップデートしてくださいみたいな通知いっぱい来てても、そういうの忘れてて、なんかずっとしてなくって、昨日の夜6点なんぼなんぼなんぼみたいなのに来てた、ソフトウェアアップデートってやつをやりました。やったら多分遅れねえやった方が良かった。やったら大きくなった、ロック画面の時計が大きくなりました。 iPhone なんだけど、今日寒いね。寒い。なんか昨日ぐらいからちょっと寒いよね。ちょびっと寒いです。風が冷たいっていうか、お昼とかになったら暖かいけど寒いよね。ありがとう、嬉しいありがとう。お疲れ様、お仕事。おはよう。お疲れ様。まさとろうさん、いつもありがとう、ありがとう。おはよう。ソフトウェアアップですね。なんか忘れてたやるの。時間長、ちょっと長くかかるしね、あれ。寝る直前にやっちゃってさ、私結構なんかまだ目覚ましも何も携帯でかけてない、ない状態でそうやっちゃって、ちょっとやるタイミングミスっちゃって、あ、これ終わるまで待たないとちょっと眠れないやってなって、寝ようかなと思ってた時にやっちゃったから、何分間か、15分、なんか何分間か待ちながら待ちました。昨日の夜タイミングをミスっちゃった。でも結構1時間ぐらいかかるんかなと思って、ソフトウェアアップデートする終わるの待つまで。けどこれめっちゃ待つんかなって、このこれこ、もうちょここまで来たら終わりますよみたいな、バーの動きが結構ノロノロだったので、バーが、これ結構かかるなって思ってたけど、なんか
想像以上に早くソフトウェアアップデートしてくれました。携帯が四国にありがとう、嬉しい、アーカイブありがとう、鏡をな、あ、そうなんだ、嬉しいね、嬉しい、あ、セキュリティもアップするんだね、チェットがいいや、嬉しい、ロックもホーム、ナポリンさん、クッキーありがとう、おはよう、つかまでね、あと5日早い、1週間も切っちゃいましたね、おはよう、長いよね、ねえ、案外ね、そうそうそう、あれが長いからいつしようって思って忘れるんだよね、ソフトウェアアップデートするの。でも多分またソフトウェアアップデート5月くらいにあるのかな、なんか絵文字があるじゃん、絵文字に絵文字が追加されるらしくて、5月ぐらいに、私のもう今までずっと欲しかったあの iPhone だけなんかな、どんなんだろう、水色のハートが追加されるんですよ、なんと水色のハート、ハートマーク、あれ水色ないじゃん、青とか白とか、青白とか赤とかピンク、ピンクもないね、ピンクもないか、あのノーマルハートは黄色とか あるやつ、あれの水色が誕生するらしいんですよ、嬉しくってそれがらしいよ、そうそう、なんか出てる情報が、かまちゃんレインボースターありがとう、おはよう、あ、チェキ届いた、よかった、嬉しい、いろんなたい、あのいろんなところ持っててね、ソラハさんが集めたんです、嬉しい、本当ですか、ありがたい、なんかねあれがあったんですよね、昨日のレッスンで、その時見てくださったのかな、おはようね、あ、そうそう、そのハートは青なんだけど、そう、そのハートの水色バージョンが出るらしいの、5月か4月か、じゃまたソフトウェアアップデートがあるんかなと思って、せいちゃんクッキーありがとう、めっちゃ嬉しいです、水色勢からすると、今まで水色使いたくってもハートで、水色のハートめっちゃ使いたくってもあのなんかダイヤモンド探したりとか、他のハートじゃない水色の絵文字、他の絵文字探して代用してたというか、それで水色ってやってたから、水色のハートはもうめちゃめちゃ嬉しいですしね、嬉しいし使いまくりたいですね、水色ハート絵文字出たらちょっと楽しみなの、それが楽しみ、おはよう、他にもね、いっぱい他にも何個か、まあと追加される絵文字一覧で出てたけど、もう水色が嬉しすぎてちょっと水色しか覚えてないの、な他にもあった、なんか普通に顔の絵文字も新しいのが追加されるようになってた、
ありがとう。ありがとう。おはよう。昨日はね、ダンスのね、レッスンがあってね。なんか、3組に分かれて、見合いっこするみたいなレッスンでした。最後。振り固めがあって、振りを固めて、何回か全体で踊って、3組に分けて、1組目が踊ってる時に他の2組が前に座って見てて、1組が踊ってみたいな感じのレッスンをした。おはよう。人数がさ、なんか集中されるじゃん。集中されてか、本当に6人とかで踊ったからさ、昨日。だから緊張、ちょっと緊張するし、見られてるっていうのもあってちょっと緊張するけど、そう、楽しかったし、自分も他の2組前に座ってみるんですよ。鏡の前に座って踊ってるのを 見るんだけど、自分たちも踊ってない時、他の2組の時、自分が踊ってない組は前に座ってみるんだけど、めっちゃ面白い、楽しかったです。そう、ドキドキしたけど楽しかった。おはよう。ありがとう。角刈りパイで文字はないですね。角刈りが出てきてくれたら絵文字合わせて作れそうだけど。おはよう。せいやんさん、クッキーありがとうね。ドキドキ。おはよう。星になっちゃう言葉の絵文字だと助かる。確かにね。なんかショールームの星になる基準わかんないよね。え、その言葉星って時もあれば、まあその言葉は星だよねって時もあったり、星の基準が、ありがとう。あ、いや、あ、そう、元かな。お茶のプレゼント。お茶のプレゼントです。嬉しい。お茶の差し入れが届く毎朝、幸せ。おはよう。秋婚リクアマも近づいてきたね。確かにね、多分あっという間に来るよね。リクアワ、リクアワ、リクアワ言えないけど、口がどんだけ滑っても言えないけど、言えないけど、あの曲とかあるかもね。ナオズさん、ハートありがとう。ナオズさん、マンタバありがとう。昔からおじいさんかわいい、ありがとう。こちらがいただきました。あったかい。いや、滑りませんよ。もう滑ったら私は多分姿を消すので。なんちゃって、姿は消さないけどめっちゃ怒られちゃうから。おはよう。おはよう。ねえ、どうだろうね。お楽しみですね。
ゆずきつさん、マンタワーありがとう。あんな曲やこんな曲やそんな曲やあんな曲があるかな楽しみだね。3日続けてってないかもしれん。うん、大きい会場で3日続けて初めてかもしれん。初めてですね。初めてだ、初めてだ、初めてだ。おはよう。バンダルモンスターさん、マンタバありがとう。ツノさん、バラありがとう。チケットレって何、おはよう。初めてだ、めっちゃ楽しみだから。だからそれ分、初めてだからそれ分覚えることめっちゃ多いよね多分。それで頑張んないといけない。結構ぐわーって頭の中にいっぱい頑張って覚えないといけないから、その3日分。難しい。せいちゃん結婚してありがとう、ありがとう。うーん、好き好きだよ。あさみちゃん、ワンタワーありがとうね。頑張る。1位おばちゃん1位は STU48 とって1位おばちゃん最後が多分、だって1位ってさ最後のイメージ、最後なかなかないよ。最後オーバーチュアで終わるコンサート自然と私どうだろう、お楽しみですね。26日の STU 祭りミニライブもお楽しみですね。ちょっと電波悪いかな。あ、3日じゃない3日じゃない、あの何、3公演ってこと言いたかったの。うん、3公演って意味の3日、3日って言ってた3公演ってことを言いたくて、3公演って言葉が出てこなくて3日って言ってた。3公演だよ、3公演。2日だね、2日の公演的に3つっていうこと。ね、息をする心の発売日 CD 私ももらって、あ、生写真、生写真サイアンさんが出た。そうだ、私息をする心の CD 生写真サイアンさんが出ました。おはよう、頑張ってね今日一日。みほりの卒業の夜ねえ、3月26日。うん、そこが最後、悲しい、めっちゃ寂しいです。おはよう、みおりんさんにチェキでメッセージもらったのに、次も生写真でメッセージもまたもらっちゃった。欲しくて
生写真にメッセージ書いてもらった宝物。寂しい、寂しいな。おはよう。そう、さやさんの生写真当たってしまいました。あ、タワレコで息をする心かったサインリフライヤーが当たってパセリちゃんだった。お、パセリさん、いいな。パセリさん、おはようね、幕張が、そうだね、ラスト、うん、リカワが当選しないからチケット取れず勝負かな。あ、そういうことね、なるほどね。確かに、リカワね、来てほしいです。そうだったんだ、待ってます。そういうことね、チケトレってチケットトレード、チケットトレードの略なんだ。最近気になる蕎麦屋さん見つけた。最近気になる、ここ蕎麦屋さんだったんだって場所があって、行こうかなと思ってる。今日行けるかな、行けないかな、行きたいです。あ、リクワ60年両方行くよ、ありがとう待ってる、ありがとう、おはよう。ねえ、そう、ミューリーのアレジク姿を見れずじまいだったもんね。なんか、写真ではそう、全部先輩方と同じ、一緒に成人されるされた先輩方の晴れ着姿ね、私も見たかった直接。あれはね、なんだろう、着物選びというか、まあリネタンさんと一緒に行ったんですよ、着物選び、着物を選ぶとき。そうだからリネタンさんはあの、なんだ、肉眼というか生で、あの着物姿見れたのは見れたけど、あ、でもね、髪の毛もきちっとして見たかった。他の先輩方は写真でチラッと見せてもらったみたいな感じだった、その選んだ時の写真みたいな。おはよう。ちょっと味噌部屋に見えない。そう、なんか蕎麦屋だと思ってなくて通りすがってたお店があって、この前これ何屋さんなんだなと思って、翌日って見てたら、お品書きってメニュー表に天ぷらそばとかざるそばって書いてあって、蕎麦屋さんなんってなりましただから行ってみようと。メガミンの時とドアップダーズミンの違いについて詳しく、気分ですメガミンを、メガミン、メガネをかけたいなって時にメガミンで、
なんかちょっと今日はメガネじゃないなって時はドアップミン。天パのたけさん、ワンタワーありがとう。おはよう、おはよう、バブーバブーミン。手持ちの時よく言われる、バブーバブーさがあるねって。だから近いとさ、なんかこうバブーバブーするんかな近いとバブさが出るんかね。だいたい布団の上で手持ちで配信してるとき、バブはバブバブバブしてるってよく 言ってもらいます。電波時計さん、ワンタワーありがとう。リアクワンタワーありがとう。ギズモさん、クッキーありがとう。おはよう。朝っていうのもあるかもしれない。もうぐっすり熟睡睡眠でした。気づけば朝だった。最近めっちゃぐっすり熟睡爆睡してます。一時期めっちゃなんか途中4時ぐらいに目が覚めて、あ、まだ全然じゃんとかあって、5時、自分が起きたい時間の2時間前ぐらいに目が覚めるみたいなのよくあったんだけど、一時期ね。最近はもう自分が起きたい時間まで一気に寝起きる、一気に起きる、一気に寝てっていうかまで熟睡してるから気持ちいいです。おはよう。パブ率高い、そば屋さん高そう、天ぷらそば1600円。どうだろう、わかんない。お値段までは見てないけど、でも確かちょっとおしゃれなお店だった、うん、ポロンさん、クッキーありがとう。どうなんだろう。お仕事お疲れ様。お帰りなさい。あれかな、夜勤かな。お疲れ、ゆっくり休んでね。おはよう。そう、あ、そっか、途中でね、なんか朝までぐっすり熟睡できないのちょっとしんどいよね。おはよう。おはよう。息をする子がリリースおめでとう。今日からです。息をする心いっぱい聞いてください。おはよう。おはよう。昼休みさん、バラありがとう。なんかさ、学生の時まではさ、私朝ごはん食べんでも全然余裕だったんよ。普段からあんまりなんか朝準備忙しくて、朝ごはん食べる間もなくバタバタバタって出ていくことが毎日多かったから、学生の時あんまり朝ごはん、どっちかというと朝ごはん食べずに食べない派の人間だって、それで全然大丈夫だったんだけど、高校の時、高校中学小学校時は、でも高校卒業してから、アシティ入ってからか、朝ごはん食べるようになって、朝配信とか始めたりして、なんか朝ごはんをね食べるようにしたんですよ。したら
朝抜きにしたら力が出なくなっちゃった。一日の今までは朝ごはん食べなくっても全然平気で、あの元気ピンピンだったのに、朝ごはん食べるようになってなったら、朝ごはんを食べない日はなんか力が出ないというか、ちょっぴりこうあのフラフラしちゃう。リア君マシュマロありがとう、おはよう。そうだから大事なんかもって思って、何の違いなんだろうって思って、やっぱ食べてない、食べてると今もめっちゃ多分お腹空いてる、お腹がくるくる言う。ね、食べる習慣がつくとその時間に食べないとお腹が空くんだろうね多分。ね、体温も上がらないんで食べないと。朝ごはん大事って言うよね。うん、癖の頃朝ごはん食べなかったから身長がそうかもしれん、分からんけど。ご飯ね、私の身長がちっちゃい原因はあんまり小食だったっていうのもでかいと思う。小食だったよね私、そんなに食べなく、食べて昔から食べてなかったから、食べなかった分せも、背も食べなかった分身長も伸びなかった。あ、リリーベとお仕事重なってるの？あるの？そうか、そうか。そっか。せっかくだから来てほしかったけど、頑張ってねお仕事。おはよう。ゆずきちさん、ワンタワーありがとう。ゆうさん、あめのあめちゃんありがとう。朝、確かに夜よりも多分朝食べる方がいいもんね。メンバーと全曲分かってるし、ジェイも分かってるの。分かってるって言ってもいいかな、かな分かってるって言ってもいいのかな。じゃあここだけね、分かってる分かってるよ。おはよう。ねえ、朝ね、お腹すぐ空いちゃう。だから朝起きたらお腹が空いてます。おはよう。あーでも遺伝もあるよね、背はね。一番正義が多いのは昼なので、昼昼食までに食べるといいらしい。そうなんだ。りょうちゃんクッキーありがとう。もうてりたま、え、もう中止なの？なんということでしょう。なんだって、え、もう中止なの？もう中止で決定なの？今日から本当に？瀬戸内てりたま？レモンてりたま？で、チーズチーズになっちゃったの？ねえ、なんだって。え、じゃあもう本当にないんだ。もう今日行っても絶対ないのね。なんだって。
遅かった。ショックないんだ。卵抜きはあるだけ、チーズチーズってやつがあるのか。瀬戸内レモンタルタルがついてくれてたら嬉しいけど、ない。瀬戸内レモンタルタルが気になるよね。瀬戸内レモンタルタルありの、ありのそのチーズチーズってやつなのかな。瀬戸内レモンタルタルが欲しいです。ねえ、せっかくだからそこが気になるポイントだもんね。瀬戸内レモンタルタルが、おはよう。イナグマンさん、初見さん、なーに、ありがとう。あ、うったりやれなかったみたいな。ねえ、卵不足で。そうだよね。わだちんさん、クッキーありがとう。おはよう。悲しい。まあでも何かしら買ってマック配信はしようかな。マック配信はしようかな。あれはする、シャカシャカポテトはやりたいから。めっちゃ CM 出てくる最近。なんかマック配信するねってみんなにシャカシャカポテトの話とか聞いてから、多分意識してるからかもしれないけど、マックの CM めっちゃなんか目にするようになった。シャカシャカポテトの CM、シャカ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 って振ってる CM。シャカシャカポテトは食べたいな。懐かしい、シャカシャカチキンよく食べてた。シャカシャカポテトってあんまりなくない？シャカシャカチキンもあるよね。衝撃だ、大衝撃すぎるよ。そうだね、諦めずに行ってみる。店舗にもよるかもしれないしね。うんうん、私が行く店舗は空いてるかも、空いてる、まだあるかもしれない、てりたまが。それを信じて行ってきます。大変だ、卵不足。てりたまストックね、何個かあってほしい。あ、マックのアプリには一応持ってるんだ。チュロスもね、あるよね。チュロスも気になる。美味しそう、チュロス。パラパパパ。アイムラブに知ってるよ。知ってますよ。おはよう。お仕事行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。沢本龍二さん、クッキーありがとう。確かに卵使う料理とか菓子とかしなすね、大変だ。うちさん、クッキー間違えたレインボースターだった。レインボースターありがとう。あ、ダメだ、お腹すいた。お茶飲んだら胃が活性化してきたお腹すいきました。お腹すいた。ダメだ、お腹がすいてきた。なんか断食のダイエットとかあるじゃん。絶対にできない私、断食のダイエット。でもあれもコツがあるのかな。そういうちゃんとしたダイエット方法であったりするもんね。
断食というかお水だけ飲むみたいな。でもあれはもうどうなんだろう。まえちゃんワンタバありがとう。もうお腹が空いて力が出ないタイプなので、ねえお仕事行ってらっしゃい。よし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 してください。よし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 したくなる。みほりんちゃん、え、そうそうそう、みほりんさんね、そうなんですよ。そう、それを聞いてよりすごいなと思って。あ、断食道場、え、めっちゃ聞いたことある。断食道場って少し食べるもの減らして戻す時もなんだ。そっか、そうだよね、確かに食べない時間、確かに一気に普通の生活に戻したらリバウンドみたいなの結構しちゃいから、コツというかちゃんとしなきゃいけないよね。なんか手順というかきちんと断食するなら。ね、時間がないと。そうなんだ、コツがあるのか、やり方みたいなのか。あ、断食でもスープだけ、そうなんだ、野菜だけ食べるとか。そういうことね。幾度と来る空腹のピークを水でしのぐとね。え、でも今さ、朝さ、朝配信始めた時はさ、そんなにお腹空いてなかったのに、今お茶飲んだらお腹空き出したもん。だけど絶対無理だ、私断食を。断食、お水、多分そうだよね、お水であれだけど、でもそういうダイエットもあるもんね。すごいストイックでかっこいい断食ダイエット。あー、毎朝野菜です。そうなんだ、野菜とかね。ミントの歯磨きすると少しは、そうなんだ、お腹空いた時なるほどね、ミントの歯磨き、え、確かに。でも収まる、なんかちょっとわかるかもしれない、ミントの歯磨きで収まるっていうの、食欲が。確かに断食。あ、ありがとう、またね。朝から焼肉は平気ではないかも朝はあの焼肉は無理だな、油っぽいもの、お肉とかはちょっと食べれないタイプ。朝お汁とか白ご飯白米に漬物とかそういうなんか優しめなご飯をが結構好きタイプです。納豆卵かけご飯とか。ナーズさん、マシュマロありがとうね。お茶飲んでお腹が起きちゃった。普段から食事野菜中心でラーメンとかハンバーガーとか食べなかったら断食しなくてもいけそう。確かにそうだよね、普段のそうだよね、普段カロリーいっぱい食べなかったら。じゃあもう今日のマックはチートデーってことにしてチートデーとして食べよう。やっぱ罪悪感感じた、ラーメンとかもマックとか。少しの罪悪感と戦いながら食べちゃいます。あ、サンドイッチ食べたんだ、いいね。朝サンドイッチ、セブンのパン美味しいよね、コンビニのパンね。セブンのパンは一口メロンパンみたいなやつ、
棒のスティックメロンパンが、スティックメロンパン5本入ってるやつをよく食べますよ。分けて、あの時間が経ってもからでも食べたりするから。アイさん、初見さん、はじめまして、ありがとうございます。おはよう。そうなんだ。朝からステーキやカレー、すごい。太らなければダイエットする必要もない。まあそうなんだけどね、そうなんだけど、いやでも一生したいと思い続ける自分が太ってても太ってなくても一生、いや太ってなくてもっていうか、なんか一生気になるよね。周りに大丈夫だよって言われても気になる。なんか最近体重計毎日乗らないと不安になっちゃうようになっちゃいました。もう維持しないとって思って、重さだけは、そうずっと維持してる。ゆずきさん、またはありがとう。ちょっとでも増えたら次の日は、でもそんなストイックのダイエットは全然してない、できてないけど、もうあれです、体重を変えないっていうか一定に保つっていうのだけ心がけながら生きてますそう、それだけはしてる。ストイックなダイエットは全然できてないけど、うん、ねえ、体重公開せんよ。いやでもその日、まあね、食べた、その日食べたものとかでもちょっと変わったり、ごそ、うん、あれはあるけど、大体をキープ。でも大丈夫、公開できんこともないけど、できんこともないけど、知りたい、そんなに体重体重そんなみんな知りたいの。そんなに知りたい、気になる体重そんな面白くないよあんまり体重うん、でもう1キロ落とせたら理想だなってちょっと思うけど、1キロがなかなか落ちない。ずっとず一生で保っててます。保ててるのは保ってるけど、もう1キロ、1キロ落とすのが結構今ガクンって1回落ちて、そこからさらに落とすのが結構今、落とすのが難しいというか、そこからさらに落とせないですね今もう。そう、そうだね、リンゴ、リンゴ何個分かなリンゴ何個分だろう、リンゴ、リンゴ何十個分ぐらい
維持が難しいもんね。ね、維持するのって難しい。うん。確かにご飯ゆっくり食べると。あれかも。ご飯ゆっくり食べると。太らないかって言うよね。あずみのサイズ1キロって大きい。めっちゃ大きい。うん、もうなかなかもう下がんないというか、結構本当にストイックにもうガチダイエットみたいなしないと下がらないレベルで、1キロってなかなか落ちないです。ここ、今の状態での1キロ落ちる落とすのはなかなか、だからずっとキープしてるけど、もう1キロ落としてもいいなって感じで、感覚的に。あ、高見さん、そうなんだ、よくしてたの。そうなんだ。BMI、なんだっけ、なんかあれか、身長引く体重割るなんちゃあかんちゃみたいなやつか。なんぼなんだろう、私はかなんか計算したことあるんだけどね、忘れちゃった、なんぼだったか忘れちゃいました。お姫様抱っこ余裕でできるわねというか、お姫様抱っこね、身長もちっちゃいしね。うん、身長もちっちゃいけん、それ分ね、身長ちっちゃい分軽めだと思うから、人よりもね。お姫様抱っこパイ3キロのダンベル何個分か、どうやって計算したらいいの？12とちょっとぐらい、12とちょっとぐらい。うん、あ、そういうこと？でも私あるかもしれん、ちっちゃい時あれだった、なんかゆっくり食べてたから、ご飯それであんまりお腹にも入らなくて、ゆっくりめっちゃご飯1時間とかかけて食べてた。お腹そうめっちゃゆっくりだったよ。そうだから食べる量も少なかったし、めっちゃ時間かけて食べてたから、だから多分ちっちゃい。体重割る身長割る身長なんだ BMI って。体重割る身長割る身長、でも無理、計算できない体重割る身長割る身長は暗算できないや。 BMI ちょっと見てみとくね。そう、
でも6周年に向けてって感じだな今。6周年大きい、そう、でも一時期 ST 入る前よりかは今痩せたので、痩せて今なので、そう体重的にもなんか体型的にもそんなに、うん、1キロ落としたいけどぐらいだから、落とせたらいいなぐらいだから、もう体重キープをにここを心がけてる感じ今は。1キロ落とすもうちょっと目標だけど、体重キープが主ななんか目標というか、この体重はキープさせとこうって感じです。うん、体重キープがなんかあれかな、うんうんですね。今がベストではちょっとある、うん、あるかもしれない。今ぐらいが。今ぐらいがベストかな。か、もう一キロ。もう一キロ。もう一キロ落ちたら、いいなって感じ。アーシャとか、そうかもね。どうだろう。アーシャ、確かに。確かに。でもアーシャの時からアーシャ入ってすぐだから、アーシャの時から比べたら落ちてますね、痩せてる確実に。 3? 入って3落ちたんですよ、いっぱい踊ってたらレッスンで落ちた感じ。 STU のダンスレッスン、ダンスレッスンしてたらなんか、うん、落ちました、入ってすぐ。一回ガンって落ちて停滞、ずっと停滞、今も同じ落ちた体重ぐらいをずっとキープしてます。ねえ、アーシャね、あるかな更新ね。そう、ダンスのレッスンね、何時間レッスンとかが増えたから、それであと、うん、環境の変化とかによっても結構私変わるタイプなんですよ。環境とかがちょっと変わると、あのこう太ってしまう場合もあれば痩せてしまう場合もあって、今回は痩せそれで痩せる方だった、環境の変化によって。 ST 入って環境が変わってもある気がする。ね、アースでもそろそろありそうだよね。ありそうありそう、楽しみだね。タンポポ衣装の次の衣装なんかもうで撮るよね多分、新しい衣装めっちゃ楽しみ、おはよう。三期生さんも入ってくるしね。
めっちゃ気になる。どんな、え、どの3期生さん、まだ会ってないから、私もお会いしてない、会ってみたいなと思いながら気になります。ドキドキ。よし、じゃあ男女読もうかな。男女読みます。あれ、私ってどうやって男女読んだったっけ。あ、これか。13位、三浦さん、ありがとう。12位、タカさん、ありがとう。11位タクさん、ありがとう。10位ゆずきちさん、ありがとう。9位ひるやすみさん、ありがとう。8位りもさん、ありがとう。7位キュアイト1412号さん、ありがとう。6位奈良西さん、ありがとう。5位とっちゃんぼやさん、ありがとう。4位まさたろうさん、ありがとう。3位うちさん、ありがとう。2位つのさん、ありがとう。そして1位はドゥルルルルルルルバン、なおずさん、ありがとう。ありがとう。あ、ラッキーコード、ラッキーコードある。あずみやす占いは口頭なんですけど、今日はじゃあ今日のラッキーコードは息をする心をめちゃ聞くです。今日発売日なので息をする心をめちゃ聞く、あと自然と多主義もめちゃ聞くで、お願いします。スケブネ、え、買わんといけん。この前行った100均なかったんよ、あのミニサイズのスケッチブックが。他の100均買わんといけん。うん、聞いてください、めちゃ聞いて、めちゃ聞いてねめちゃ聞いて、発売日一緒に盛り上がっていきましょう、盛り上げていきましょう。息をする心めちゃ聞く、ありがとう。じゃあ今日も一日頑張ってね。火曜日、水曜日だ水曜日一緒に頑張っていきましょう。ファイト、ファイト、一発グーダッチ、いってらっしゃい、バイバーイ、いってらっしゃい、頑張ろうね、バイバーイ、いってらっしゃーい。ねえねえあずみんで終わります。じゃあせーのって言ったら、ねえねえあずみんって言ってください。いきます、せーの、なーにー、ありがとうございましたバイバーイ、いってらっしゃい、頑張りましょう、今日も一日頑張ってね。じゃあ今日の夜配信で、あのマックです、マックマックです、マックで会いましょう。ありがとうございました、バイバイ。